ージ届いてたっけ。ユイ、あ、ストレアにメタトロンさん、お待ちしてました。え、どうしたのこんなところで。はい、実はなになに、勢い余ってるかと思いきや、なんでモジモジしちゃってるの。ユイ、お前は黒の妖精キリトのしもべではなく娘だと聞きましたが、離れて行動することが可能なのですね。あ、はい、そうなんです。それで、どったの。私、お二人に直接お礼が言いたくて、こうしてお待ちしていたんです。お礼？何の？それは、私を助け出す際にパパたちを未来に飛ばすために二人がとても頑張ってくれたって聞いたので、だからこうして。私たちは特に何もやっていませんよ。うん、そうだね。あの一件はお前の仲間たちが皆それぞれ自分の力を最大に発揮し、それぞれが努力を惜しまず戦った。その結果が奇跡を呼んだ。それだけのことなのでしょう。メタトロンさん、これだけの長い時間を生きているとあれくらいのことは私にとってはさまつな事象に過ぎません。だからお前が気にするほどではないのですよ。でもそれよりもユイ。はい。お前は妖精やしもべたちとは異なる世界に生きるもの。にもかかわらず、お前は決して切れない絆をこれまで彼らと培ってきた。それが私には驚きでした。お前は愛されているのですね。その思いを受け止め、これからも彼らと共に協力し生きていくのですよ。あ、はい、もちろんです。おお、メタトロちゃん、なんだかいつもよりも優しげ。いつもツンツンしてるのに、今はなんだか慈愛に満ちてるって感じだったよ。そんなことはありません。でも、やっぱり言わせてください。お二人とも本当に本当に